関東や北日本はすっきりしない空のところもありますが、今後徐々に日差しが戻ってきそうです。こちら、午前6時30分のひまわりによる雲の様子ですが、昨日雨を降らせた寒冷前線は、離れていっています。ただ、関東など見てみますと気圧の谷に伴う雲が、残っていまして、こういった雲の影響で、今朝千葉県などでは雨が降っている、降ったところもあるような状況です。では今後の天気の予想を見ていきましょう。午前8時から見ていきます。北日本などでは弱いながらも雪が残るようなところもありますが、天気だんだん回復ですね。関東地方も時間とともに晴れエリアがどんどんと広がってきそうです。そしてお昼頃になってきますとね、ほぼ関東から北では晴れの天気ということで、日差しも今後戻ってきそうです。日差しが戻ってくればね、気温も上がります。昨日ほどの高さ気温ではありませんが、それでも日中日差しさえあれば気持ちよく過ごせる一日になってきそうです。では最後に天気アイコンです。こちら東京などは曇りのち晴れということで回復系のアイコンですね。そして気温見ていただきますと、関東から北の各地、昨日の最高気温に比べると少し低めの気温となっています。ただ今の時期らしい気温ということが言えそうです。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。